キャノン関連を処分します。こんにちは、しんじです。今回はね、カメラ周りの整理をするというお話と、あとは、今僕がね欲しいレンズみたいな話をね、ちょっとね雑談形式で、してみたいと思います。まずはね、キャノン関連を処分しますという話から、していきたいと思うんですけど、これはね、本当GH4 を購入してから、キャノン関連、まあ僕持ってるのは 7D と、まあレンズ2本ぐらいなんですけど、それをこう持ち出す機会っていうのがだいぶ減ったなと。まあ、この先ね、持っていてもこうなかなか使う機会がないんじゃないかなと、もう思い始めてしまったので、まあそういう意味でね、キャノン関連を全て処分しようかなと思っています。まあ、あとはね、7D ももう10年は使ってないですけど、5年ぐらいをまあ使ったし、まあ、持っているレンズなんかはね、7D の前から使っているので、もう10年近く使っていて、まあ、2本ともね、GH4 をね、買った時、まあ、買う前からね、ちょっと動画で、L レンズをね、2本とも紹介はしているんですけど、まあ、その L レンズもね、1型ということもあるんで、まあ、処分するなら今のうちかなと思ったので、まあ、今回その処分しようということをね、ちょっと決めた感じですね。まあ、なのでね、今回そのキャノンの、カメラとレンズとかね、まあ、一式をね、処分したお金で、まあ、欲しいレンズをね、買おうかなと思っています。まあね、キャノンのデジカメは本当に僕がね、まあこれまでね、動画に1回してるんですけど、まあ僕は本当にオリンパスのデジカメを買った後、まあデジタル時間レフをね、買い始めたのはキャノンからで、まあずっとね、そのキャノンを10年近く使っているので、まあ愛着があるといえばすごく、まあキャノンに対してはいいなと思って、でまあ、今までね浮気しそうになったことは何回かある。まあ今回ね浮気したのは GH4 なんですけど、まあ愛着みたいのは本当すごいあるし、信頼感みたいなのもすごいあるんですけど、まあね、あとはまあ不満という不満も全然ないですし、うん、まあ不満があるとすれば GH4 を買ったことによってコンパクトさがないっていうぐらいでしたので、まあね、本当に GH4 を買って、そのコンパクトさっていうところにすごい惹かれたのと、まあ僕がね、デジカメを使う目的っていうのが、写真というよりはもう動画に移行してしまっているっていうところが、やっぱ一番大きいかなと思います。まあ僕の、使い道の一つであるライブ写真を撮影するっていう意味では、まあ全然ね、GH4 よりも、キャノンのね、7D で撮る方が撮りやすいし、綺麗に撮れるしっていうところはあるんですけど、まあそのライブ写真をね撮るっていうのも、まあなかなか機会がないといえばないし、まああるといえばあるしっていうところなので、まあ動画をね本当撮る機会が増えたっていうところですかね。まあなので、僕がねキャノンの、デジタル一眼一式を処分する理由っていうのをねまとめると、動画にシフトしたっていうところと、まあ撮影は身軽な方がいいっていうところですね。キャノン関連をね処分するっていうことを決めた、大きな理由はその2つということになります。まあでもね、こうライブ写真なんか特にそうなんですけど、撮影の現場に行くと、まあキャノンのね、僕が持ってる7200とかのね白レンズは本当にもう存在感があるし、いいものを撮りそうだなみたいなこう雰囲気とかも出せるので、そういう意味でも、まあ、有利といえば有利ですし、なんとなくねこうプロの人かなっていう雰囲気とかもねこう与えられるので、まあ、自分のね腕前以上のなんかこう威圧感じゃないですけど、与えられる意味ではいろいろな意味でね有利とは思うんですけど、まあ、正直なところね必要になったらまた買えばいいかなっていうところですかね。うん、まあそんなねおいそれと買えるような値段ではないですけど、まあ本当にね必要になるっていう、自分がそういう状況に追い込まれたら、まあ、買うしかないと思うので、まあそれまではいいのかなっていう気がしています。で、次にね、今欲しいレンズについてちょっとねお話ししたいと思うんですけど、GH4 用にねマイクロフォーサーズの、ライカのレンズをね買ってみたいなと思っています。で、今パナソニックから発売されているライカのレンズっていうのは、全てね単焦点で、発売が古い順に 45mm、25mm、あとは 42.5mm と、15mm の4本が発売されています。で、僕が今まで写真とか動画を撮ってきて、まあ自分がね一番好きな焦点距離ってどれぐらいなんだろうなと思った時に、
個人的にはアップで撮るのが結構好きだったりするので、まあ長めのね焦点距離、まあ70ミリ以上ぐらいがまあ自分の好きな距離なのかなと思っているので、この4本の中でね買うんだったら35ミリ換算で85ミリのノクチノンをね買ってみたいなとちょっと思っています。まあ理由としてはね、今僕が言ったように、アップで撮るのが好きっていう、まあ長めのね焦点距離が好きっていうのと、あとは発売がね今年の2014年のね2月発売っていうね設計が新しいレンズなので、まあどうせね買うなら新しいレンズの方がまあ写りもね期待できるし、あとはまあ F 値もね 1.2 かな、まあどうせね単焦点って買うならまあ軽いレンズの方がいいですし、そういった意味でちょっとね、42.5mm の、ノクチノンをね買ってみたいなとちょっと思ってます。まあこのね4本の中でノクチノンをね、15万ぐらいする一番高いレンズなので、まあちょっとね躊躇はするんですけど、まあキヤノンのね、カメラとレンズをね処分したお金でまあ全然買えると思うので、まあ欲しいなと思っています。で僕はねライカのレンズはR マウントの 50mm のズミクロンをね買ったことがあって、まあそれはマウントアダプターを使って 7D で使ったことがあるんですけど、カメラをねやってる人ならライカとねカールツアイスのレンズっていうのはね憧れというか、まあ一度はね使ってみたいと思うんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそういう意味でもう僕もね一度は使ってみようということでライカのねオールドレンズを買ってみたんですけど、まあこれがねまあオートフォーカスが使えなかったっていうのもまああるんですけど、めちゃくちゃいい写真が撮れる時とまあ普通だなっていう写真の時の差がすごいなんかある気がして、まあそういう印象だったので、まあ今はねもう手放してはいるんですけど、まあそれでもこうめちゃくちゃねいい写真が撮れたなっていう時はもう本当に、まあ僕が持ってるねキヤノンのエルレンズなんかより、まあ、個人的にはもう全然いい写真だなという絵が撮れたので、まあキヤノンのレンズでは撮れない絵がライカのレンズでは撮れるという印象でした。まあそういった意味ではね、オートフォーカスもちゃんと効く、ライカのねレンズということなので、まあ最新のね、ライカのレンズがどんなものなのかっていうねところをね、まあ買ったらねレビューしてみたいなと思ってます。はい、ということで今回は、カメラ周りのね整理をするっていうお話と、あとは、今僕がね欲しいレンズのお話なんかをしてみました。まあちょっとねカメラを処分する時期がねいつになるかっていうのをちょっとねまだ決めてはいないんですけど、カメラを処分して、まあレンズもね、まあノクチノンもね欲しいは欲しいと思ってるレンズですけど、まあ本当実際ねそのノクチノンを買うかどうかはまあわかんないんですけど、まあ買ったらぜひねレビューしてみたいと思っているので、何かしらレンズは買うと思います。ということで今回の動画はこの辺で。シンジでした。